トーマス・マイケル・フォーリーは、アメリカ合衆国、ジョージア州、ホート・ベニング出身の元プロ野球選手、右ト左だ。父親が陸軍兵士であり、ジョージア州、ホート・ベニングで誕生後、フランスやハワイ、そして日本で4年間少年時代を過ごした。フォーリー自身は、日本人の血を引いており、日本では、三沢基地とザマ基地で過ごした経験がある。 1977年の MLB ドラフト7巡目でシンシナティレッツから指名されプロ入り。1983年4月9日にメジャーデビュー。内野ならどこでもこなし、準レギュラーとして実動13年メジャーでプレーした。キャリアハイはモントリオールエクスポーズ時代の1988年で127試合に出場して100安打、43打点の成績を残した。 ピッツバーグパイレーツを経て、再びエクスポーズでプレーした1995年に引退した。引退後は1996年に、1998年からエキスパンションにより、MLB に加わるタンパベイデビルレイズのフィールドコーディネーターに就任。2002年からはメジャーで三塁コーチ、2015年から2017年まではベンチコーチを務めた。ありがとうございます。